こんにちはこれから茨城オンラインスタディ小学校4年生国語広告を読み比べようの4時間目の学習を始めます。教科書の8889ページの広告19091ページの広告2を開けてください。 広告を読み比べよう。四のワークシートも使いますので。準備をしましょう。準備ができたら。再生してください。広告を読み比べよう。前回。三つの観点から。広告一と。広告二を。 比べて表現のの違いを探りましたその続きが今日の学習です今日の目当ては、2つの広告を見て、全体のレイアウトから受ける印象の違いをまとめようです。一度止めて、今日の日付と目当てをノートに書きましょう。 違いの秘密を探るために、前の時間に見つけたワークシートにある3つの観点、キャッチコピー、写真、商品の特徴や書かれている順序について、見直してから進めてください。では、今日は、広告全体から受ける印象を中心に、どんな目的や意図を持って作られているのか。 気づいたことをワークシートにまとめていきましょうそれでは一度止めて始めてくださいワークシートに沿って広告1と広告2を比べてみましょう 広告全体を見てどんな違いがありますか色やレイアウトからどんな印象を受けますか今まで見てきた観点以外でも気がついたことがあったらメモしておきましょうそれぞれの広告に いろいろな工夫がありますね。では最後に、あなたならどちらの広告で商品を買いたくなりますかそう思った理由も考えて書いてみましょう。 全体のレイアウトやその他の工夫から、広告1と広告2を比べられた人は、ワークシートの最後の欄に、もし自分が体温計を買う立場になったとしたら、どちらの広告を見たら買いたくなるのかも考えてみてください。その理由も書いてみましょう。 書けた人は確認しましょう広告1と広告2の全体の印象から違いが見つかりましたか今日の目当ては 2つの広告の色やレイアウトから受ける印象がなぜ違うのかを考えようでしたが、前回と合わせて5つの観点から2つの広告に使われている表現の違いや誰に向けた広告だったのかを考えてきました。その2つには広告の作り手の意図や 目的によって、レイアウトの広告全体の印象も違ってくることが分かりましたね。これで、茨城オンラインスタディ小学校四年生国語、広告を読み比べよう。 4時間目の学習を終わりにします今日の学習で広告1と広告2の違いの謎が解明できました次回は今日までの学習をもとに身の回りにある広告の謎に迫ります次回までに身の回りにある 気になるポスターやチラシを集めておいてくださいね。また合わせて広告を読み比べよう五六のワークシートも使います。準備をしておいてください。そしてできれば次の五六時間目に使うワークシートは B 四や A 三など。 いつものワークシートより大きく印刷した方が使いやすいでしょうではこれからもイバスタを見てくださいね